はい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回ですね、クラウンを使って遊んでいきたいと思います。マップは錠剤の神殿と、そして目の前に破滅がある。素晴らしいね。で、やっとキーボードを新調して、動きやすくなったんで、このリロードしながら歩くっていう動作が多分スムーズにできると思うんですよ。まあ、使ってないんですけど。だからそれを活かしていきたい。ただキーボードを新調して、この動画を撮りたいがためにクラウンを使う。で、今回はダイイングライトと、メメントモリで、まあ、速攻遅延をかけていきたいと。オブセッションをさっさと始末していきたい。破滅守ったら負けそう。あ、ちょっといる、ちょっといるけど、これ分からんな。で、多分パーティーなんだよな。3人一緒の服着てる人がいた。暇だし行くか。ここ見つけづらいんよな、錠剤の神殿ともう一個のハントレスのマップ。まあ分からん。だからクロちゃんはいない。全員フェンミンだったな。こう3人同じ服着てきた時のパーティー感異常だよな。たまたま会う時もあるけど、まあ、そんなことなかなかないからな。わし、音聞こえないな。全然回してない。ここ回してる。はい、君はやったね。あなたやってしまったね。はいはい。まあ、見えねえよな、そりゃ。やったぜ、速攻見つけちまった。じゃ、ここに釣ってと。破滅壊れたけど、まあまあまあ仕事したっしょ。で、あ、やばい、歩ける。しかも今回あれだからな、あのポルノビデオっつって、あの移動速度が速くなるやつ、このチャージしてる間これ持ってきたからな。なんか嬉しい、なんかこうやって移動できる喜び。いたし決めたい。ここに決めて、あの人、この人守る必要もねえからな。さっさと救助してほしい。で、あのね、息の根止めたいね。多分この人が救助行ったのかな。あ、今右にいなかった。スプーバッカーな。2回食らっとるわ。まず一緒の服着てるっしょ。やってしまった。はい、これは、これはバイバイしよう。あー、やばい、みんな守っとるな。はい、あ、うまい。あ、ピンがね。ピンがね。うまい、いいじゃないですか。もう息の根止まっても、割って絶対まっすぐ行くっしょ。いやー、瓶リロードして行けっか。あ、なんとかなんな。早っ、移動速度早っ。はい、直行け。何も見えんだろ。はい、見やすいとこ行ってほしいな。さよなら。やばい、この木が邪魔すぎて、俺クラウンのメモリ使うの初めてなんで、なんかバグってる。相変わらずグレーな。浮いてますけど指。さよなら。じゃあ、こっから地獄やぞ。 25% 減。ただイタチかませねえんだよな、釣ったわけじゃないから。こっちか回してる、多分どっちか、このどっちか回ってらず。めっちゃ音聞こえてくるってことは、そこ蹴りたい。はい、この人すぐ釣って後ろにイタチ決めたいけど、普通に追うか。いいよ。あ、この人でもデッドバードか、なんだ、違うか。だからいいとこ来たね、また。素晴らしいね、あえて蹴らなくてよかった。てか、マジオブセッション終えたのでけえな、最序盤に。で、この人釣って、なんか今釣るときガクガクってなるの何なんだろうな。パーティーだと救助意識が高いから、あの、あんま発電機回らんのよな、逆手に取ると。多分近くにもう一人、一台回った。で、一人だけ多分違うんだよ、服は。通常フェンミンの服してた。地下回ったってことは、これ救助来るんじゃね。怯えて出てこれないかも。相手も漁ってるか。
絶対近くいる。早いね、救助は。素晴らしいね。地下から出てこねえんだけど。どっち行く？あ、そっち行った。はい、これストライクじゃない？あんだけゴリ押しして回すってことはストライクだろ。ないわ、マジか。え、もう一回イタチ決めちゃうよ。じゃあここに、こんだけ性格悪いやつや、この発電機ボロボロやぞ。で、あっちにはフェミいた。いや、いいな、リロードいいな。かわいそうにこ、あ、走っちゃいましたね、あなた。大炎突するわ。はい、いいね。はい、あ、でも板前待機じゃない。はい、めちゃくちゃ食らってる。これそこであれしたからもう一回食らうだろう。で、いたわる時間あると。本当はいつもダイイングライトじゃなくていたわりついてるからなおさら距離稼げねえんだよな。あら、戻った、上手ね。はい、端っこ行くな。はい、ただ別にツールボックスとか持ってないから多分そんな端っこ行ってもあるだろ、普通に。あった。で、あっちもあるかな。だからこのままリロード、ああ、回っちゃったならいいや、リロードするわ。はい、あんま前かし行かせてねえな。で、ね、リーチの人を置いたい。初めての人は置いたくない。まあ、何もしないでこのいたしめとくか。さあ、パーティーなら助けに来た方がいいんじゃないですか。あ、体直した。2人だな、じゃあ。多分回復キット持ってなかったよな。で、セルフケア持ってる人が割と少ないから。あら、この人終わりじゃん。はい、板使いたかったんやろな。俺、嫌がらせでもう一回そっち釣ろ。仲間が釣られてたとこ釣ろ。近くにいそうだな。でもこの人終わりだ。近い、来た。多分回ってる発電機ってないと思うんだよな。あそこ回すか。いや、回ってない。でこの下回しきった。あの奥が、こっちとあっちと、あれどこも回ってなさそう。時間的にまだここまで行けてないと思うんだよな。初動回したら別だけど。ないね。イタチの1分いいね、長いね。あー、いいですね、これは。すごくいい発電機。はい、イタチなんですよ。近くいそうだけど、これどうだ。さすがにこんなとこまで来れるか、救助して早くから。意外と足速いからな、サバイバー。こういうとこ見逃しちゃうんだよな。やっぱいないんじゃねっつって。ダイングライトの遅延にかけよう。クラウンって足音ドンドンドンってなるんだろ。結構うるせえな。あ、いた、どうもです。あ、もうちょいか。はい、どんだけ端っこ好きなの。この人端っこ大好き勢だな。あ、やべ、土った。いや、釣らない。ごめん、間違えた、担いでした。で、一番最後の人はあっちにいることは多分分かってるから。お、マジか。この状況で切断していく。あ、いた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 。あれ、なんか分かってそうじゃない。スプーバーだろ、あれ。なんか鍵持ってたな。あ、この人は鍵持ちか。
あー、そっちが未開拓。これは終わりですね。はい、よーし、なんとか切断の攻撃にあったけど、なんとかなったな。どこにあったんだろう。ってことはこっち側か。ないね。あったあった。危な、大方向間違えたら。てか大方向やばかったか。よかった、逃げられなくて。結果4人死んだってことにしようぜ。普通に初動メモリできなかったら負けてたかもな。